なんと大した若者じゃ。どうじゃ、星に代わってロマリアの国を治めてみる気はないか。マジで王様になるなる。これまでのあらすじ。神の乗り物ケトソを呼び寄せたエラたちは、魔王の闇を払う力を手に入れるため天空に浮かぶ神の民の里を訪れる。一行はその島にある太陽の神殿で神の民の子供と出会う。その後、聖なる種火を手に入れたエラたちが神殿にある三本の苗木を調べると、勇者の剣を作る勇者浪士たちの光景が映し出される。一行は魔王を倒すために自分たちの手で新しい勇者の剣を作ることを決意する。世界を旅し、オリハルコンとガイアのハンマーを手に入れたエナたちは、伝説の火事場でオリハルコンを鍛え、ついに勇者の剣を完成させる。こうして、魔王の闇を払う力を手に入れた一行は、魔王を倒すため、天空魔城へ向かうのだった。よくお戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神のご顔がありますように。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。まあ、あらすじで天空魔城へ向かうのであったって言おったけど、まあ、全然向かってないんですけどね。全然向かわずに、よっち村に行きようんやけどね。いや、今回も私よっち村に行こうと思って、あれやん、旅の扉の向こう側で、また新しく行ける場所が増えたやん。意見そこにね。勇者様、よっち村に行きたいっちか？じゃあ、わしの力で、早速レッツゴーだっち。ただその前に、今の状態を冒険の書に記録してもらってもいいっちか？うん、しっかり記録できたっち。それでは、よっち村にレッツゴーだっち。よし、来た来た。次は、どこだ？どこが開かれたんだ？これなんやっけ？悪霊の祭壇、サマルトリアの城は行ったんよね。行って、なんか王子がおらんくなったっていう話を聞いてユバールに行ったはずなんよね、私。伝説への祭壇。あ、その後のバラの巣城、これやこれ。え、これやった？なんか他のやつもなかったっけ？気のせいか。まあいいや、開かれた。はい、行きます。その後のバラの巣城へ行きますか。はい。多分これやね。まあ、戻ってきたらまたもう一回他のとこも調べとこう。行ける場所がないか。え、これその後なんよね。よく戻ってきてくださいました。あなたの力が必要なのです。王から詳しい話を聞いてください。え？また平和になっとんかと思ったのに。おお、来てくれたか。大変なことが起きてな。そなたを探しに行かせようかと思っていたところじゃ。落ち着いて聞いてくれ。実はあの後、魔王バラモスが復活してしまったのじゃよ。屍を操り、復活の儀式をしていたキングプリーストはそなたに倒された。儀式を止めたのになぜこんなことに。皆バラモスを倒そうと奮闘しておる。じゃが、バラモスが魔物たちを召喚するため、かなり苦戦しておるようじゃ。どうかもう一度、そなたの力を貸してくれ。魔王バラモスを倒さねばならんのじゃ。その後のバラモス城でポルトガ王に復活してしまった魔王バラモスを倒すために、もう一度力を貸してくれ、と頼まれた。はぁ、受けましょう。やってくれるか。魔王バラモスはキングプリーストが儀式をしていた部屋にいるらしい。ってことはまた結構な道のりがあるわけだね。必ずやバラモスを打ち倒し、アリアハンの勇者がもたらしてくれた平和を守ってくれ。頑張りましょう。クエスト、決戦バラモス城を引き受けました。てかもうあれやないん。儀式、終わっとったんやないん。バラモス様が復活した。この世界は闇の世界に変わるのだ。戦闘なんすね。ちょっとなんか表歩きよった時の姿と全然違うやん。このまんまの姿で外におれんもんな。なんかデビルっぽい見た目あったのにさ、ほらほら。人間ごときがバラモス様の城に来るとはずうずうしい。これさ、なんか私結構入り組んだ感じでいろんなとこ行きよったけど、これか？この階段か？この下にあるやつ。ちょ、待って、一旦入るわ。これどこに繋がっとんやっけ？キキイキ様、どこから入り込んだ？いや、普通に全然封鎖されてなかったですからね。
普通に入ってきただけなんですけど。めっちゃなんか言いがかりつけられる。なんなん、ただの大魔神のくせにちょっと耐えすぎじゃない？もうちょっとあっという間にやられてくれていいんよ。はい、オッケーオッケー。こっちにもなんかあったっけ？ん？扉があるよ。あー、ここか。返事がない、ただの屍のようだ。それは変わらんのやね。じゃあこっち側か。建物の中に出るんかなこれ。出てきすぎじゃない？お、はぐれメタルやん。やったね。はぐれメタルとか出てくるんや。はは、逃げられた。くそ。なんてこったい。でも、ヨッチの世界でもちゃんとはぐれメタル出てきてくれるんやね。ぐはは、儀式を止められたと油断していたようだな。バカな人間どもめ。やっぱりもうやりきっとったか。まあ、なんか自分の身に何かあれば、引き継いでやってくれみたいなことを事前に言っとったか。でも全員魔物やっつけてなかった？気のせい。若干体力が減ってきた気がする。回復してくれてもいいよ。結構な攻撃技使ってくれるよね、せいにゃ。よきよき。こっちか。なんか王様おるよ。どこの王様あれ。お、これはいける、あ、こっちか。あれ？これ元に戻ってきたな。はぁ？無駄な回り道をさせるんじゃないよ。え、なに？え？待って。え？そこの階段から出てきたよね。待って、え？待って？待って。全然来る必要なかったとこなんじゃない？ちょっと。やめてよ。これだって入り口やろ？ただの。信じられねえ。え、他にどっか、こっちからなんか入れる？あ、そこの扉かな。くっそ、もうややこしい。でもややこしいけど、いろんなところに繋がっとるけん、多分最短ルートはあるんやろうな。じゃ、さっきの通路は、微塵も行く必要がなかったわけやね。最初からここに来ておけば、よかったんだな。ガハハ、うまそうな人間がやってきたわい。私を食べても全然美味しくないよ。あ、なるほどね。ライオン系ね。イエーイ、あっという間。なんかその辺に兵士がうろつき、あ、そこには行けんのか。早くバラモスのところに行きたいんだ、私は。来たな、人間め。バラモス様の邪魔はさせんぞ。てか、バラモスがおる場所まで分かっとんよね。なんで？一回見たってこと？その場所まで行って。じゃないと分からんくない？どこにおるとか。あ、おったおった。え、違うな。これはバラモスじゃないよね。わしのせいで誰かを危険な目に遭わせるのはもう嫌じゃ。魔物どもめ、かかってくるがよい。なんだ？次から次へと、人間どもが。二体一遍にさせろよ。グリズリー。やべえな、野生の熊に襲われよったんか、王様。よいしょこれで2体とも消えてくれたらいいのにな。年寄りから食おうと思ったが、邪魔するならお前から食ってやる。どっちもまずいよ。サノタのおかげで助かった。だがわしはもう動けん。バラモスを頼んだぞ。はい、そのつもりですよ、最初から。ここはどこだい？あの兵士のとこにはやっぱたどり着けんのやね。なんか宝箱あったよ。祈りの指輪、守りの種、素早さの種。あれ、前回来た時ここなんもなかったことない？バラモスが置いたの？え、あっこは行ったよね。けど別に何もなかった気がするんやけどな。あっちにも階段あったな。何をしても手遅れだぞ。バラモス様は復活したのだからな。いやいや、だから復活したからそれをやっつけに来たんすよ、私は。どこだろうか、これは。あっちは違うな、こっちか？
あのさ、モンスター出すぎじゃない？お、どうしよう。迷子になってしまって、サマーオンサオーのところへたどり着けません。もうサマーオンサオーを助けたよ、私が。君がもたもたしている間に。うん、あっこにもなんか、違う王様が。なかなかいい城だ。バラモス様にこそふさわしい。人間は出ていけ。嫌です。びっくりした。戻ってきたんかと思った。あ、ここがもしかして。まだやった。あ、来た来た来た。え、これよね。違う。違うわ。孤立じゃねえわ。まだ先か。え、返事がない。ただの屍のようだ。誰の屍？あそこってなんか敵寄ったよね、前も。バラモスが復活するところを見てしまいました。あの時どこからか笑い声が聞こえてきて。確かあの声は復活の儀式をしていた魔物のものだったと思います。じゃああいつ以外はなんかチリチリになって逃げ取ったってこと？そなたが去った後、突然玉座から黒い蒸気が吹き上がり、魔王バラモスが復活したのだ。え？すぐに？なんてことだよ。お。いたぞ、いたぞ。わしは勇者とオルテガを輩出したアリア藩の王、バラモスを倒すまで絶対に引かぬ。バラモスは、あの、階段の先かな。アリア藩の王を倒すのは俺様だ。邪魔するならお前から倒してやる。邪魔しますよ。あの魔物をたやすく倒すとは、そなたのその力なら、魔王バラモスも倒せるかもしれん。いや、てかさ、君らの世界の勇者は？くそ、どうしてもこの城をバラモスのものにしたいようだな。だがそんなことは俺が許さん。お、おったおったバラモス。人間のくせにしつこい奴め。お前らみんな皆殺しだ。くそ、体が動かない。バラモスをぶっ倒したいのに。俺は奴を恐れているのか？そういうのいいんで大丈夫よ。何アピール？ぐー、負けてたまるか。がはは、こいつでは弱すぎてわしの相手にならん。お前も一緒にかかってこい。へ、後悔するぞ。しかも一人かよ、お前。さあ、あとはバラモスやね。あそこにいるのが魔王バラモス。ダメだ。足が震えて立っているのがやっとです。さっさと逃げなよ。ちょっと。そんな直前で他の敵出てこんといてくれる？よし、来た。儀式を止められたキングプリーストの絶望は、実に美味だった。わしが復活できたのは、あやつが体と絶望を捧げてくれたからじゃ。そういう。じゃ、あれがとどめになったんや。アリア藩の勇者が姿を消した今、この世界にわしを倒せる者はおらぬ。え、アリア藩の勇者姿消したん？なんでそなたら、まさかわしに挑みに来たのか？え、そうです。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと、身の程をわきまえぬ者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。そなたらの腹渡を食らい尽くしてくれるわ。でも、キングプリーストも結構時間かかったような気がしなくもないんよね。ってことは、バラモスはとりあえず、それよりはるかにってことやろう。頑張れ、みんな。頑張るんだ、みんな。じゃ、せいにゃん、いい感じに回復しといて。あ、よきよきよき。よきよきよき。今更ながら裏側におる子までさ、回復してくれるのめっちゃいいよね。ガーガーガー。待って、どこ行った？ねえ、老おじいちゃんどっか行ったんですけど。そういうのさ、なんか後ろにおるやつ、引きずり出してきてくれんかな。サイクロン切り。いけーい。さあ、あとマルティナとセーネが使えるぞ。連携。へっ、カウンターがいい感じに。マルティナ、火炎払い。バラモスって何系？火炎とかで効くんかな？戻ってきた、戻ってきた。いや、その様をさ、ちゃんと絵面ありきで見たかったわ。あれ？セーニャの連携は？できんやん。まあ、いっか、そのまんまで。けっけー。え、あれ、連携があるってことやないん違うん？
あの表示。弱いよー。おい、暴走させんな。もしかしておじいちゃんと二人での連携やった？ユグのあの子守唄。え？使ったことなかったけど、メタル系のまま眠らせるのマジですげえやん。さっきそれがあればね。でもそれだけか。じゃあいいや。待って、セーニャは？使えなくね？くそ。いや、じゃあいいわ、戦え。デホイム。そろそろかな？そろそろやっつけられそうかな？っておじいちゃんまた飛んでったんですけど、しっかりして。あ、なんかさっきアユナがさ、デホイム使ったやんって思ったら、そういえば私動かしよるのマルティナやったね。ちょっと一瞬戦う連打しよっても回復するんや自分って思ったのに全然違ったわ。待って、マジックポイントがもう足りんやん。アユナが助けを呼んだ。誰を呼んだつもりやったん？え、あれちゃんと仲間がやってきてくれるとか？私普段戦う連打しかしおらんけんさ、よくわからんねえけど。え、今戦うの後、バラモスとアユナって選ぶのあったことない？どういうこと？アユナもやっつけれるん？あ、混乱しとったけんってこと？連携。マルティナ。おいても元気。いや、待って。魔刀演武。どうかな？ロー様、姫！いや、この辺のもあれよね。なんか、何にも絵面がないけんさ、全くわからんよね。迫力も何もないし。あー、ユナが！吹っ飛ばされたんですが。てか、やっぱ結構かかるね、バラモス。お願いだ、やっつけれてくれ。ふい。待って、あのさ、ちょっと待って、道具か。いや、ないわ。ないわ。魔法の聖水とかないわ。マジか。マルティナは覚えてないやもんね。特技でもないよね。なるほどね。なるほどね。まあ、マジックポイントちょっとずつ回復しよるけん、大丈夫か、それまでには。あゆな、あ、帰ってきた、帰ってきた。待って、今誰か連携。聖なる祈り、あ、回復力か。いや、いいよ、サイクロン斬りでいいわ。サイクロン斬り。そんなにでかい、そんなにでかい感じでもないけど、ダメージ。ふい。ロー。いや、それしかないんかよ。くそ、全然だな。頑張れ。やっつけるんだ。なんかさっきからさ、体力が減ってきては、ちょっと危機一髪でね。え、でも、アユナが結構さ、回復しよるけん、ちょっと、ね。はい、バラモス。おらんくなられたら困るんだが。魔刀演武。これ結構効くよね。セーニャはね、普通の攻撃は全然だからな。二桁やけんね。よし。いやー、結構かかったよ。グレイグいい感じにレベル上がってくれたやねん。あ、でも一が、一だけか。グー、おのれ人間め、グフ。魔王バラモスを倒した。城の入り口にいるポルトガオに報告しよう。よし。すごい戦いでした。バラモス相手にあんな風に戦える人がいるなんて感動しました。ずっと見てたんすか。ありがとう。バラモスを倒してくれて。ネクロゴンド王国の者たちも、今度こそゆっくり眠れるようになっただろう。ネクロゴンド王国っていうんか、ここは。じゃあ、ネクロゴンド城ってこと？こんなことが二度と起こらないように、俺はこの城に残る。城とギアガのお罠をずっと見守るつもりだ。あ、そっか。勇者がおらんくなったっていうのはあれか。現実の世界に帰ったけんってこと？おお、よくぞ魔王バラモスを打ち倒した。
まるでかつてわしが送り出したアリア藩の勇者を見ているようじゃ。なんかさ、いろいろとドラクエしよるけど、やっぱり結構ふわっとしかストーリーを覚えてないんですよね。なんとそなた、魔王バラモスを倒してしまったのか。やはり田舎者を侮れん。これからは田舎者をバカにせぬよう、エジンビアのために言って聞かせよう。相変わらず嫌なやつだな。それにしても、バラモスを復活させた魔物のことが気になります。世界に平和が戻った時、魔物たちはいなくなったはずなのに、奴は一体どこから来たのでしょう。さあ、それは知らんな。あれ、こんなとこに。おお、旅の者よ。そなたがバラモスを倒したのじゃな。なんと大した若者じゃ。どうじゃ、わしに代わってロマリアの国を治めてみる気はないか。マジで王様になるなる。わはは、冗談じゃ。そなたには大事な使命があるようじゃからな。旅を続けるかよかろう。何なかったことにしてんだ。王様になってやるって言ってんじゃねえか。ちょっとなんか自分の地位が脅かされそうになったけんさってさ、なんか、笑いでごまかしやがって。リレミとリレミと。ポルトガオがお待ちですよ。さあ、ご報告を。いけねえ。よくぞ無事で戻った。兵士から報告は受けておる。魔王バラモスを倒してくれたのじゃな。今回ばかりはおしまいかと覚悟を決めていたが、そなたが来てくれて本当に助かった。てかさ、兵士から報告を受けているってどの兵士だ？目の前で見てたやつ？いつも思うけど帰ってくるのめちゃくちゃ早いな、一緒に連れて行けよ。そなたがアリア藩の勇者のような活躍をしてくれたおかげで、この世界の脅威は完全に消え去ったのじゃ。こたびの働きも見事であった。さあ、褒美を受け取るがいい。まあでもそっか、このね、冒険の書の中の世界、ただただ平和なだけの世界とか用意されてないか。全然そういうのでもいいんやけどね、私は。アイナは黄金の爪を手に入れた。復活の儀式をしていたキングプリストは何者かにここへ送り込まれたような、そんな気がするのじゃ。この城だけでなく、他の場所でも似たような異変が起こっておるかもしれん。旅を続けるなら気をつけていくのじゃぞ。要は何？この旅の扉、冒険の書の中に現実から誰かが送り込みよるってこと？クエスト、決戦バラモス城をクリアしました。さ、じゃあこれでこの世界はもう平和ってわけやね。よし、オッケー。